US4563997 フィグ一プレッシャーウェーブスーパーチャージャープレッシャーウェーブスーパーチャージャーは下級機の方式の一つ機械式のスーパーチャージャーや排気の運動エネルギーを利用するターボチャージャーなどとは原理が全く異なるまたコンプレックスチャージャーとも呼ばれるスイスのブラウン・ボベリ社が開発した和名は 脈動型化球機。ザイオンサイクルズオブオペレーションオブザプレッシャー p r e スーパーチャージャー。この方式は、圧力の異なる層が接した際に、圧力の高い方に均質化されるという原理を利用したもので、排気バルブが開き、排気管内の圧力が一気に上昇する際の圧力波を、吸気管内の圧力が一気に上昇する際の圧力波を、吸気管側に伝えることで、吸気の密度を高める仕組み。 排気と吸気は互いに混じり合うことなく、吸気の圧力だけが高められる。排気バルブの開閉と吸排気間をムラジットをさせる、タイミングを合わせる必要があるため、クランク軸の回転力を利用した、レンコン状のローターで吸排気間をつなぎ、ロータリーバルブとしている。圧力差は大きい方が効率が良くなるため、ガソリンエンジンより排気圧力の高いディーゼルエンジンに適している。 PWS の特徴としては、スロットルラグが発生しないことと、ローターは回転運動するのみで、機械的な圧縮を行わないため、スーパーチャージャーに比べ、出力の損失が少ないことがメリットとして挙げられるが、始動時に、急、排気通路をムラジ通させないための締め切りバルブが必要になり、これのメンテナンスを怠ると、ススやスラッジの体積で動作不良を起こすことや、 ターボチャージャーほどの下級圧が得られないなどのデメリットもある。1985年にオペルがセネターの 2.3L ディーゼルに PWS を装着した例が最初と思われる。しかし、その生産台数は少なく、指導バルブのカーボン除去を怠ると指導不良を起こすことや、ローターのベルト交換を怠り、ベルト切れを起こすなど、多分に実験的な要素が強いものであった。 続いて、マツダのカペラディーゼルに搭載されたが、オペルでのトラブルの例が解決できていない時期の採用であった。この PWS 付ディーゼルエンジンはガソリンエンジン並みの高い性能であったが、やはり、オペル同様にこまめなメンテナンスが必要不可欠であり、それを熟知していないオーナーの不注意によるトラブルが増えていき、このモデルとその後継者シクロノスを最後に、 PWS 付エンジン搭載車の生産は行われておらず、一般的なターボチャージャーに変更された。会一にて、フェラーリが1981年の開幕戦、アメリカ西 GP にツインターボ搭載と PWS 搭載の V6 エンジンを持ち込んだ。しかし、実際のレースで使用されたのはツインターボエンジン搭載車で、PWS 搭載エンジンは実戦投入されなかった。 ありがとうございます。